インストラクターの倉橋てるみです。初中級のステップエクササイズをお届けしていきます。第2、上る、降りるという重心の上下の移動の中で台をまたぐ、越える、また方向の変化を難しいと感じる方が多いと思います。この DVD では参加者が一つ一つ小さな達成感を積み重ねられるよう展開しております。この展開、レイヤリングの途中を楽しめることの工夫も大切で、初級、初中級、中級へとチャレンジするワクワク感につながると感じています。ではご覧ください。先ほどよりも歩数が減るとちょっと忙しくなりますよ。2つ上げたら残りは12歩、マンボです。切り返して4回、1、2、3、4回、横、後ろから前、回るの怖いな、でもチャレンジしてみたかったなんて方にはおすすめです。ゆっくり目線よです。移動します。チャチャチャ、向きをポイントで見てあげます。4、3、2、1、回るながらまたぐのにチャレンジ。